山添拓君。日本共産党の山添拓です。お二人の参考人のご出席ご意見ありがとうございます。米村参考人にまず伺います。まん延防止等重点措置についてですが、法案では発動の要件についてもまた措置の内容についても政令で定めるということになっています。で、政府はその理由について感染の状況や治療薬やワクチンなどによって変わりうるので機動的に対応できるようにしようとしたいと、そう説明をしております。しかし営業の自由や移動の自由などの日常生活に密接に関わる基本的な権利についてどのような場合にどのように制約されるかが明示されないということは国民にとっては予測可能性が欠けるのではないかと、またそうした制限が恣意的なあるいは科学や事実に基づかない、あるいは米村参考人の言葉では危険性の程度によらないで行われる、そういう懸念がこれまで以上に大きくなるのではないかと考えますけれども、ご意見いかがでしょうか。米村参考人。ご質問いただきましてありがとうございます。委員のご指摘は大変よくわかるところでありまして、私も先ほど、直接には言及しなかったかもしれませんが、法治主義や財権法定主義との関係でも、問題があるということを本日配布資料の中で書かせていただいているところでございます。で、要するに、本来はきちんと法律でその実態要件を明記して、どの範囲でどういう内容の、命令措置を行うことができるのか、それを、法律によって、行政国の行政や地方行政に委任する、都道府県知事に委任するということでなければならないはずですが、それができないということで今の特措法はできているということになるかと思います。で、やっぱり本来のあり方としてはそこの点をきちんと法律上明示するということが望ましいということに間違いはないだろうと思います。ただどうしてもそれが事前に提示できないと、実態要件としては提示できないというのであれば、せめて手続き的な面でそこの点の適切性が担保されるような仕組みを作ってほしいと、それを私の方からは申し上げたところでありまして、その手続きとしても現状のところはあまり十分ではないというところが問題としてあるのではないかということを申し上げたところでございます。以上です。山添拓君。ありがとうございます。もう一点伺います。入院拒否や積極的疫学調査の拒否について、政府案の刑事罰が行政罰に修正をされ、特措法の休業命令違反と同じく過料とされました。で、しかしこれらの行為について取り締まりの対象とし、罰則という、威嚇の下で、抑止効果を狙うと、その点においては刑事罰か行政罰かにおいて本質的な違いはないのではないかと思います。この点についてご意見いかがですか。米村参考人。私も全く委員のご意見に賛成でございます。少なくともこの点に関しては、刑事罰か行政罰かということの違いはない、罰則である以上は同様に運用していくということが求められるということだろうというふうに思っております。山添拓君。やはりその患者に対して罰則を設けることが差別や偏見を助長しうる、あるいは事業者に対して罰則で威嚇をするということが分断を持ち込む、そういう懸念を私たち持っています。これはやはり、罰則ではなくないあり方が必要だと思います。脇田参考人に伺います。1月15日の厚生科学審議会感染症部会では、入院や積極的疫学調査の拒否に罰則を課すことについて慎重ないし反対意見も多数出されておりました。で、特に現場の保健所長や自治体の担当者から保健所の負担が増えるのではないかと、あるいは患者との信頼関係にひびが入るのではないかという具体的な懸念が表明されております。脇田参考人はこうした意見についてはどのように受け止められたでしょうか。脇田参考人。はい、ただいま委員 の, ご質問の中にありましたようなご意見がやはりその感染症部会では多くあったと私も受け止めています。ただ一方で実際に医療現場におられる方であったり、やはり自治体の方であったり、その何らか の, その有効性を高めるような措置も必要なのではないかというような意見があったことも事実であります。ですから先ほども少し申し上げたんですけども、この部会の
委員というのはやはり感染症の専門家であったり、医療機関の先生であったり法律家の先生であったり多くの その感染症に関わる委員の先生方で成り立っておりますが、皆さんその感染症の理念というのは十分に理解をしていて、やはり基本的人権を尊重しつつその感染症の蔓延とそれから治療をしっかりやっていくような法体系が必要であるということは十分に理解をされているんだと思います。その上での意見でありまして、でさらにやはり多くの先生方からはそういった罰則については慎重な姿勢というものもありましたし、実際の運用についてももしその点についてはやはり国会でしっかり議論していただくことが重要であるというご意見もいただきました。でその上で法改正がなされたのであれば、また感染症部会で実際の運用についてはしっかりと議論して、その際には何度も言ってますけども、慎重な運用がなされるような議論をしていきたいと思っております。山添拓君。保健所の逼迫がさらに深刻になり、感染経路の追跡を困難にするということになれば、これはもうむしろ実効性を損なうような事態だと思いますので、それは改めてこの参議院での審議でも深めなければならないところだと思います。無症状や軽症で感染を拡大させるのがコロナの特徴で、今日もご指摘がありました。感染拡大防止の実効性、脇田さんこれ今有効性という言葉を使われました。これを確保していくためにも、入院治療の必要のない感染者に宿泊療養などの徹底を求めていく必要があります。しかし自営業者やフリーランス、非正規で仕事を休めば収入がなくなるという人もおります。感染拡大防止に協力したがために生活の基盤を失うという事態になりかねない、わけです。で同様のことは、休業や時短の要請に応じたくても営業と雇用を守るために応じられない、そういう事業者についても言えると思います。結局感染拡大防止を実行あるものとするためには、感染者や濃厚接触者の生活保障、あるいは事業者も安心して休むことができるような十分な保障を行うと、でそれが最も効果的なのではないかと思いますが、脇田参考人、米村参考人、それぞれにご意見を伺いたいと思います。脇田参考人。はい、委員のご指摘全くその通りだというふうには理解しています。やはり分科会それから専門家の間の議論でもですね、先ほども述べた通り実効性有効性を担保するためには、そういった措置に対するインセンティブと、ディスインセンティブ、両方が必要なんではないかと、そういった議論をしておりました。以上です。米村参考人。私も委員のご意見に非常に共感したところでございます。やっぱりこういった措置が本当に感染症対策として有効なのかどうか、そこのところをきちんと精査することなしに今回法案として出てきたのではないかというふうに私は考えているところでありまして、今後実際に運用する中でどういうことが起こるのかというのはしっかり見ていかないといけないだろうなというふうに思っているところであります。以上です。山添拓君。最後に米村参考人に伺います。医療機関がコロナ患者の受け入れ勧告を拒否した場合に病院名を公表するという規定について、米村参考人はその効果は未知数だと、述べられている、資料を拝見しました。コロナ患者を受け入れているか否かを問わず、病院や診療所というのは役割分担をして全体として地域医療を支えていると思います。受け入れ病院を増やし、病院相互の協力を促して、かつ簡易迅速にその支援が行き渡るようにしていくためには、やはり医療機関の全体を減収補填を行って支えていくことが大事ではないかと考えますけれども、この点についてもご意見を伺います。米村参考人。ご質問ありがとうございます。医療機関に協力を促すための仕組みというのはいくつかのものがありまして、それをやはり併用していく必要があるのだろうというふうに思っております。もちろん経済的なインセンティブで動く病院というのもあるかと思いますが、必ずしもその経済的なインセンティブということではなくて、専門家がいないからできないとか、構造が非常に古いのでできないとか、そういうような病院もあるのだろうと思いますので、そういった点も踏まえて、少しでもさまざまな医療機関の現状をきちんと認識した上で、少しでも多くの医療機関に協力してもらえるような枠組みというのを作っていくことが重要だろうというふうに思います。経済的な支援というのももちろんそのうちの一つでありまして、損失分もきちんと担保できるような、そういうような仕組みがある方が望ましいというふうには考えているところであります。
山添拓君。ありがとうございます。今後の審議の参考にしたいと思います。